あ、翔平くんからまたコメント。突然徹夜が決まりました。おー、恋だけじゃなくね。突然恋人にかけたの。恋だけじゃなくね。さすがだな、やっぱ。翔平くんさ、参加できないからってコメントで参加始めるっていう新パターンを。素晴らしいよね、うん、コメントでも参加してくれるすごいよね、これ太陽とも見習ってほしいよね。ライブ歌った後すぐとかね、歌いながらコメントみたいなただいま歌っておりますみたいないやライブやれよみたいな大貫さんちゃんと指導してください頑張りますそんな感じでですね、大貫さんを交えて、はい、本日はあのフリートークの方をしていこうと思うんですけれども、はい、フリートーク本日ですね、はい、ちょっとバタバタしてたこともありまして、はい、お題がですね、はい、決まってないんですよ。おせっかくだから貴重くんが普段ね、あのほどけとして静かに後ろにいるじゃないですか。でも、きっと、いろんなね、ことを喋る。だって普段喋るじゃん、めっちゃ。打ち合わせ中とか。喋る。喋るじゃん。だから、なんか喋りたいこととかも、きっとあると。ない?あるある。ない?あるよ。すげえ無茶ぶり。あるある。今日、でも今日、家にいて思ったんですよ。おうほうほう。これ、まあ、こういうの、あんまりこういうところで言うのはあれですけど、うん、もらったんですよ。ほうほうほう。来てくれたお客さんがずっとプレゼントしようと思ってたんだけど、うんうん、渡さなくてって言ってもらったんで、嬉しいじゃん、うん、で、新しい服買うときもそうなんだけど嬉しいじゃん、うん、で、僕は何でもそうなんですけど嬉しいとすぐ身につけたりしてすぐ着ちゃう派なの、うん、でも人によっては違うのかなと思って取っちゃう。プレゼントがまずない、つらい。自分で買い物に行ってじゃあすっげえ気に入った服見つけた、うん、もうめっちゃもうこれ今すぐでも着たいわ、うん、でも選択しないと嫌な人いるじゃん、うんうん、どっちはすぐ着ちゃう人。あー選択1回はする、するうん、する。どっちですか。あんまり考えたことないけど俺はしないな。あー奥様が気づか大貫さんが気づいてないうちにしてるみたいな、うん、それ羨ましい。あと特にデニムなんかが、はい、毎回デニム洗うとやっぱ、うん、あ傷が入ったりするんで、あのデニムを作ったりする人たちは2ヶ月ぐらい洗わないよね。結構ああ確かに確かに確かに、ちょっと動画しますね。しかもね悩んですよね。大貫さん実際にあの洋服買いに行ったりとかもするじゃないですか、はいはい、買いに行ったらすぐ着ちゃいます。結構着ちゃう。ああすぐ着ちゃう派だった。不安だったんですよね。だからこのすぐ着るとね、っていう人が僕の周りに3人ぐらいいて、なんだこいつら潔癖かよと思ったんですよ。でもね、結構あのアメリカとかで、はい、あの買い付けをするじゃないですか、うん、そうすると2週間ぐらい大体アメリカいつもいるのね、うん、そうすると最後の方になってくるともう洗濯をする記憶とかもなく、あそうもう靴下ぐらいは洗濯するんだけど T シャツとか買ってそのまま着ちゃうとか、あでこれは俺用のお気に入りにしようとか、海外マジックが、そう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 。え実際に貴重くんとか海外とかはないっすね。僕卒業旅行で1回だけグアム行ったぐらい。グアムいいね。グアムでもその時に僕ら全くこう額がない額がない人で行ったから、うん、向こうの人って普通に日本人ないというか話しかけてくる、うん、でその日ハブアナイスデイって言われた、うん、良い一日、うん、でも僕ら何にも知らないからハブアナイスデイって言われて、どうしたの今、なんていう言葉言ったのでずっとテンパってたら、うん、彼らの人がすっげー苦笑いして、うん、ハブアナイスデイああハバナイスで センキューセンキューって言っていなくなったという気まずい記憶しかない。しかもその日バーって盛り上がってみんなが、うん、で、うん、僕は気づいたらもう9時ぐらいにもうあーなんかこの後みんなで何かすんのかなってなった瞬間もう寝てた、うん、で朝起きて隣にやつがいない、うん、俺一人みたいな、うん、みんなどうしたのこう出ても隣の部屋は女子の部屋だったから開かない、うん、ポンポンってやって、うん、なんでだろう、ま
まあ、とりあえず時間潰すじゃん。そしたらみんな出てきても、女子だけ出てくる。みんな出てきたの。うん。だから僕が寝てる間に、本当は向こうでどんちゃん騒ぎして楽しんでたらしいの。で、僕を呼んでくれればいいじゃん。辛い。でも、うん、疲れてるからっていうことで。まあ、久々、ね、海外だしね。そう。辛っ！すごい優しさくれたんだけど、僕は辛かったの、朝起きて。それ一人じゃん。一番辛いやつ。すごい辛い。僕だけこう思い出ないままね、夜ね。朝を迎える。そんなね、あの重い話になっちゃったんですけど、ドーンみたいな。辛いぜ。え、実際になんか海外行くじゃないですか、うん、ハプニングとかあります？やっぱり。いや、結構ね、はい、まあ、ロサンゼルスを中心に行くんですけど、はいはいはい、あの日本人のいないところに結構行くことが多くて、おー、やっぱあの日本人いるところって観光地なんで、はい、やっぱ物価が高いので、あ、はい、あのちょっと危なげなところに行くと、はい、子供が走ってきただけで怖かったよね。なんでですか？ああの向こうはもう子供ですら危険だよ。じゃあ もう持ってたりするんですか、銃とか？セット、うん、あの、あ、そうか、あ、そういうことか。っていうようなちょっとダークなところに行ったりとか。はあ、あとね、はい、1個だけね、はい、俺ね、すごくね、うん、俺、まあ、すごく英語がうまいわけじゃないけど、うん、あの全然通じなかったのが、ビーチで、ローストビーフのサンドイッチってよくサンドイッチ、はいはいはい、あのローストビーフが通じなかったね。え、どういうことですか？向こうと違う。もうローストビーフじゃんと思って、ローストビーフくれって言ったんだけど、全然分かんなくて、ラストビーフ。発音みたいな、うん、あれが注文するのに5分10分ぐらいかかったんじゃないかな。やっぱあれですよね、あの発音学校教育でしっかり教えてほしいよね、うん、そう、すごいわかる。一回それこそオーストラリアにホームステイしてたのよ。それであのオーストラリアでコーラを頼みたくて、コーラをくださいっていうので、あのコーラって言ったの。あの水が出てきたの。なんで？いやで、だから、いやコーラって言ったの。そしたらもう一個水出てきたの。で、いやそれをあの店員さんの方にポッて返して、え、コーラって言ったら3つでバッて出てきて、もう我慢してコーラ飲むっていう。もうコーラ尽くしよ。え、そのコーラは結局何だったの？あの、なんかコーラがウォーター1個でしょ、で、コークでしょ、あれ、それで、頭が混乱して、また海外行った時コーラ出てきた。どうしてもコーラで通じないときは、はい、もうスプライとかセブンアップに逃げるね。ああ向こうでも、あー、ウォーター、コーラに聞こえた。そう、多分そうだね。あ、そうか、そうか、そうだ、水を頼んだら、コーラが出てきたんだ。そう、だから、水を頼んだらコーラが出てきたんだ。そうだ、ウォーターって頼んだらコーラが出てきたんだ。で、コーラじゃないよって、ウォーターだよって返したら、またコーラ2個目出てきたんだよ。それもどっちもきつい。そうだから今もう灼熱で炭酸飲んでコーラの気分なんで水出てくるのと、いや、その両方きつい。水飲みてえのにコーラ出てくるの。結局3個コーラ持ってお腹いっぱいになるわ。しかも海外のサイズって基本でかいですよね。でかい、めちゃくちゃでかいから、信じられないサイズのモンスター売ってたよね。それはみたいな。ペットボトルじゃないのかい？サイズの。なんかそれこそあのポップコーンとか頼んでもバケツみたいなの出てくるじゃないですか。とんでもねえなと思いながら。それはいいとこだよね。ポップコーンはいいと思う。向こうでさ、チートスとか買うとこんなでっかく食らうんだよね。羨ましいよ。1週間ぐらい食べるのにかかるからね。かかりますか。なんでなんですかね。同じ人間なのに。食べる量の差は何なんですかね。とかあのピザとかもワンカットくださいみたいな、うん、頼んでもあのワンカットがもう顔よりでかいみたいな。ワンカットがもはやピザなんだね、日本の。そうこんなサイズでいいじゃね。そうもうちょっとね、あのサイズ感をね、全世界統一してほしいよね。ガリッガリになっちゃうよ、多分。こうなんかこう、いや、それであのみんなアメリカとか海外の人たち残せないんですかね。持って帰る。テイクアウト。
あの犬に食べさせるからってドッグパックにして幸せがいる犬たちやな。すごいな。あ、そういうこと。それ、え、じゃあ犬用ででかくなってるってことですか。うん、あの犬にあげるから持ち帰るようにしてって。いや、犬にあげるなら犬にあげないよ。あの多分毎朝食べるんだけど。ああ、そういう体でもらって、うん、ああ、そういうことね、うん、面白い。海外行きたくなった。そんな感じでですね、まもなくゲストがおそらく来ますので。お、ちょっと遅れてますね。ちょっと遅れてますね、予定よりも。なんでなんだろう。焦り出す気象っていう。全然焦ってはないですよ。ただね、そのうちが焦った時にちょっと、ね、僕はニヤニヤするわけ。そうだね、あの特別ゲストはこれから来ますので、皆さんあの楽しみにしててください。はい、そんな感じで大貫さん、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。